HTC EVO WiMAX ISW11HT は、第 HTC によって開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の IS シリーズの一つで CDMA 1X WIN 及び WiMAX 対応ストレート型スマートフォンである。au としては初のモバイル WiMAX 対応スマートフォンである。製造型番は HTI11 で、メーカー型番は PC36100 で HTC EVO 4G の日本ローカライズモデルにあたる。Android のバージョンは海外向けでのリリース時は 2.1 で、日本向けには最初から 2.2 となるが、日本向けでは 2.3 へのバージョンアップは2011年9月22日午前10時より開始された。モバイル WiMAX は利用月のみ、月525円が加算。ただし、2011年8月まで無料であった。UQ、WiMAX の MVNO であり、提供エリアも同一。au では初めて、テザリングに対応する。テザリングは、モバイル WiMAX と 3G の両方に対応する。2012年1月から、3G のテザリングは、1ヶ月のパケット通信容量が 5GB を超えた場合月末まで通信速度が低下するので注意が必要となる。モバイル WiMAX にはこの制限はない。なお、3G は WIN ハイスピードに対応せず、REV、AL800 に対応している。対応する周波数帯は海外の方式に基づく新 800MHz と 2GHz のみの対応で、従来からの 800MHz は利用できない。このため、従来の 800MHz のみを利用している地域では、通信が不安定になることがあり、エリアは順次改善予定。ただし、2012年7月22日で L800MHz の利用が終了するため、それ以降は、多機種でも N800MHz と 2GHz でしか通信できなくなる。また、auIC カードに対応していないため、この機種に機種変更する際は一部の W3X 及び W4X シリーズの auIC カード、非対応機種を含む W2X シリーズ以前の CDMA1、XWIN シリーズ及び CDMA 1 シリーズ、CDMA1X シリーズと同様の方法で au ショップで手続きする必要がある。このため、auIC カードを登録している他の携帯電話やスマートフォンに差し替えての利用は事実上不可能となる。発売の時点では、キャリアメールの送信及び au1 マーケットには対応していなかったが、2011年9月22日公開のソフトウェアアップデートを適用することで、それぞれ対応可能となった。ただし、本アップデートを利用する場合は事前に、2011年6月7日、公開分のソフトウェアアップデートを適用する必要がある。E メールは、今までの 3G による送受信ができるほか、WiMAX や無線 LAN を利用しての送受信も可能となる。なお、前述の9月22日公開分アップデートを適用した場合、搭載 OS が Android 2.3 へアップデートされるまた、本機は、HTC EVO 4G のローカライズモデルであるが、HTC EVO 4G には、スパイソフト、キャリア IQ がインストールされている。キャリア IQ はキャリア IQ 社の製品で、iPhone を含む多くのスマートフォンに密かにインストールされており、ユーザーのキー操作や入力文字、キー操作、位置情報、発信着信履歴等、あらゆる情報を収集し、スマートフォンメーカーやキャリアに送信するソフトである。米国内では非常に大きな問題になっているが、日本国内では全く問題として扱われていない。2011年9月22日に配信されたアップデートにより、次の機能が追加される。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは、他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。